三影駅は、北海道上川郡清水町三影本通り一丁目に、ある、北海道旅客鉄道根室本線の駅である。駅番号は、K26。電報略号は三家。1977年の三影駅と、周囲約500メートル範囲。右下が、根室方面。千鳥城に完全にずれた、相対式ホーム2面2線で駅裏側に狭い、積み下ろし場と、 貨物積み下ろし線、駅舎横の帯広側に串型形の貨物ホームと引き込み線を有している。すでに貨物取扱い廃止になっているが、駅裏側に貨物車が留置されている。後に無人化に合わせて、駅舎側に防線化されたが、平成2年8月に行き違い設備が復活し、古戦橋も設置されている。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成当初の駅名、付年頃はアイヌ語の三園頃に由来するとされ、山田秀蔵は十勝川の方に向かって出っ張っている山崎のこととしている。このほか、傾斜したところを表すとする文献もある。現在の駅名は、目室村から三陰村が独立した翌年に解消されたもので、この地域の産物である、 加工岩にちなんで改めたものである。なお、スケネンゴロの名称が用いられなかった理由としては、女性の体の一部を連想されて、ゴロが悪いといった解説がされている。1日の平均上高人員は、以下の通りである。見陰の集落がある。ありがとうございます。